出る出る出る、おはようございます、釣り子 TV です。注文していたあるものが家に届きましたよ。じゃじゃーん、キャスティングって書いてある段ボールですけども、あのね、キャスティングのオンラインショップっていうのがあって、そこにね、非常に魅力的なルアーがちょいちょい登場するんですけども、この中にもね、そんな感じでちょっとね、これはっていうルアーが入っておりますので、早速開けていきたいと思います。じゃあこんな感じでカッターでシーッと開けてきますかね。はい、じゃあ早速おお、こんな感じなんだな。よっしゃ、来た来たよ、これ、じゃじゃーん、これはすごい、わー、メガドッグのスーパーオリジナルカラーっていうことでね、今スーパーつけちゃいましたけども、テンガですよね、これね。えなんというか、でカラー名的にはレッドシルバーストライプって書いてあるんですけども、いやー、まあなんつうかな、テンガですよね、これすごいな、いろいろな意味で、ちょっとね、これはなかなかのカラーじゃないかなと思って一つ買ってみましたよ。でね、発売日がキャスティングのそのね、各種 SNS とか登録していると、出ていてですね、この時はね、何月何日の何時ぐらいにオンラインショップに並びますよっていう感じのアナウンスがあって、で、そこからね、アプリも入れているのでポチポチと入っていって、そしたらね、これが発売開始ってなっていて、これとね、可愛らしいニモっぽいカラーとね、売っていたのと、あとね、大人気ライザージャックね、あれの折りからもね、出たりしてね、そっちはね、もうパーンって一瞬でね、売り切れちゃったんですけど、でもね、これもね、1日を待たずして確かね、ソールドアウトしちゃってたかななんて思うんですけども、そんな感じでキャスティングの、オンラインね、これね、ぜひね、全国どこにいてもね、こういう面白いルアーが、折りからルアーとか、買えちゃうし、はたまたね、店頭で買うようなちょっとした小物とかもね、結構充実のラインナップで非常に買いやすいので、ぜひチェックしてみてください。ということで、早速ね、どんな感じの色か見ていきたいと思います。あー、これはねえ、メガバスにあのバイパーレッドって超かっこいい色がありますけども、ねえ、まあそんな感じのカラー好きだなっていうところに、このシルバーのストライプドを入れてもらったことによって、なんとですね、どうですかね、皆さん一度はお世話になったことあるのかないのか、俺はないかな、あれですよね、天下、ね、そんな感じに塗り込められたメガドッグが手に入りました。まあ単純にね、こういうオレンジというか赤というかね、こういうカラーって遠くにあっても非常に視認性がいいので、ね、でこの背中にこういうストライプが入ることによって、より、視認性がアップしているんじゃないかなと。でこれを遠くにぶっ飛ばして、メガドッグ特有のですね、長いスライドアクション、これでペチコーンペチコーンってやってったらね、水柱が立つんではないかということで、まあ、ちょうど今ね、シーズン真っ只中なんじゃないかなという、そんな時ですよね、この白パターン、東京ワンオクとかね、まあ、東京ワンオクじゃなくてもですね、富津とか神奈川のエリアとか至る所でね、そのこの時期巨大なこの城が、メインベイトになる、そんな瞬間があって、そういう時にですね、こういう大型のルアーで、アピールしていくと、ランカークラスのシーバスがね、巨大な水柱を立ててこう襲いかかる、
たまらない釣りがあるんですね。まあそこで先日も生配信なんかでも時は上州屋の、檻からね、買ったよなんていう風にやってましたけども、今回は、キャスティングの檻からなわけですね。いやーこれね、天下カラーね、なんか地味に集めてるんですね。まあこれは今回手に入りましたけども、過去にね手に入れた檻からだと、これもいくつか紹介したかもしれないんですけども、これね、ヘドンのタイガーねの天下カラー、これね芸が細かくて、これね背中のところを見ると天下じゃなくてタイガーって入ってるんですけども、こういう感じでね、これもねなかなか面白いルアーで、シーバスからブラックバスからねいろいろつって遊んでるんですけども、今回はこんな感じでね、キャスティング檻からねメガバスのメガドックで、っていうかメガバスっていうと結構ね、なんというかまあちょっと硬派なイメージがあるんですけども、こういった感じのちょっと遊び心のあるねところもね、やってくれるんだなっていうことで、そんなところも含めてねぜひ一本欲しいななんて思ってね、買ってみたんですよね。まあちょっとアダルトジョークグッズというかね、まあそういう感じでありますからね。だからまあややこしいところでいくと、まあタイトルとかね YouTube だとつけるんで、まあ例えば何かバイブレーションでね、この天下カラーとか塗ってくれたのね、メガバスから出たやつ、バイブレーション X の天下カラーとか出たらね、天下のバイブ買ったぜみたいな感じの、ね、非常にいかがわしい感じのタイトルがね、つけられるんで、ぜひそのうちやってみてもらいたいななんていうふうに思いますけども、まあ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 無事に手に入れられましたということで、でまあこれはね、今回そうですね、あっという間に売れ切れちゃったんですけど、評判が良ければどうですかね、来年とかね、また再生産とかねしてくれたら、これはみんな欲しくないですか。なんかね男子だったらこれぶん投げたいですよね天下をぶん投げるね。実際にサイズ的にもどうですかね、天下ぐらいあるんですかね、天下より大きいんですかね。はい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 、まあ、こんなにね動画の中で天下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 言えるっていうのもね、今回キャスティングとメガバスのおかげだなっていうことで、これを使ってね、巨大なシーバスを釣っていきたいと思います。これに果敢に食いついてくる魚、まあオスなのかなね、男性の魚が襲いかかってくるのかななんていう風にね、思いますけども、早速手に入れたからにはね、釣り場の方でも、積極的にキャストしてですね、天下から、いや違うな、これちゃんとした名前はレッドシルバーストライプね、これで魚を狙っていきたいと思いますので、乞うご期待ということで、はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、キャスティングオンライン限定メガバスのですね大人気トップウォータープラグ、メガドックね、レッドシルバーストライプ、まあ天下カラーですね、これを一つ買ってみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子の TV でした。また会おうぜ。